。落とし前はつけなきゃ。そりゃこっちのセリフだよ。コロンビアでは儲けは全部自分のものにする。こっちだって成長しとるんじゃないか。俺らとあんたらが組めば考えたらわけねえだろ。食うかぶんで火炙りにしてやらせ。こんな場所でただで済むと思ってるのこのクソコロンビア野郎。来ましたぜ。人間ってのはどれだけ血が出るもんだろうな。俺のが上だよ。エラポネス、例の女の居場所が分かりました。そうか。エルアポネス、ひでえ顔っすよ。またブラックマンの夢ですか。夢を見るってことはまだ生きてる証拠だ。出かけようか。私を殺したら商売に困るぞ。他がすぐに見つかるさ。見てみろこの現場。このムスタファーってやつ以外は全員一発で撃ち殺されてんだよ。化け物だよ犯人は。化け物。警察はどこまで掴んでますか。コカインの取引に絡むトラブルってことぐらいだよ。おじき、カナイの親父の敵取らないうちに後目も何もありませんぜ。ムスタファは金井さんと組んで商売しようとした。だからコロンビア人に殺された。今度は私が山城さんと組んで商売するよ。俺たちと戦争する気か。お前は。お前が会いたがってたエル・ハポネスだよ。
何言ってるの。こんなことしたら私の儲けがなくなるじゃない。誤解には常習性がある。最初に安く売ってやればガキどもが簡単に手を出す。ねえ、このまま決めて女にぶち込んだら。仕事が終わるわ、いくらでもぶち込める。全部上物っすよ。シャブに関してはうちらいい関係だよな。そうですね。私たちが仕入れてあなたたちが売る。コカインこっちで抑えるや、とんでもねえしのぎになります。おじき、何もコロンビア野郎にうまい汁吸わせとくことはないですよ。じゃあやってみろ。コカインがあんまり回るとお前らの売ってるシャブの利益が下がるからな。潰してくれればお互い得になりますよ。エルハポノスと呼ばれてる男だ。そこんとこで俺たち仲間になれる。上の人にもきっちり話しつけてあるって。上の人？ああ、長坂の組長だよ。三木雄か。よう、三木雄。よう。何年ぶりか分かるか。さあ20年だ。20年。そんなに経つか。年商で2人で使っただろう。俺は日本のヤクザの頂点に立つ。お前は世界を股にかけた悪になるってな。あ、どうだ、お前サヤに会ったのか。誰なの。一切できるんだ。末期がんなの。娘がいるの。娘。京子っていうの。どこにいるんだ。わからない。親にそっくりな不良で12の時に家出したっきり。僕をカルテルのボスに紹介してよ。販売ルートをしっかりさせるのにあと半年はかかる。組織が固まれば黙ってても金は集まる。年に20億30億あっという間だ。そうなったら俺はコロンビアに戻る。坊やを連れてってやるよ。こいつ彼女できたらしいっすよ。おお、ぶち込む相手か。よかったな。たまらん。おまらに。ちょほら、やがら。やっくらうわっうわっうわっアスカ。だけどそのアスカって女はどっちも嫌いだするぞ。私はただお金をくれる男が好きなだけ。そう。1億裕次郎、そしたらガキを返してやる。1億か。ごめんよエラポレス。迎えに来たよ坊や。ビジネスができないんだね坊や。楽にしてお願いだ。アディオス。
503号室よ。中国人のボディーガードが2人ついてるわ。たった2人か。10分です。조수생허수생세야세야私のせいじゃないでしょう。そうかな。私だってどうしていいか分からなかったのよ。それに私あの坊やともう別れたかったの。それで中国人に乗り換えたのか。違う、あんな変態大嫌いよ。あの兄弟は二人ともド変態。兄弟？ヨーブラザースよ。兄は女の肉を食うわ、弟は女の尻の穴が好き。本当よ。だから私逃げてきたんだから。でもヤクザに捕まって長坂組ヨーブラザーズと手を組んでエルハプネスのコカインを狙ってる。なるほど。私どうすればよかったの。何も悪いことしてないでしょ。それはわかる。だが落とし前はつけなきゃ。殺すの？どっちかをな。どっちかって？お前か中国人かどっちかさ。いやいや、お願い、助けて。エルハプネス、俺は中国人がどんな奴らなのか何も知らない。お前が教えてくれれば中国人を殺す、教えてくれなければお前を殺すしかない。何でも話す、全部話す。いい女だな。そうだ、リラックスしないと話もできないだろ。いいものやる。俺が扱ってる上物だ。やったことがあるだろう。こんな時にはな、アルコールよりもこっちの方がいいんだ。坊やに回してもらってたのか。時々。それで坊やと付き合ってたってわけだ。じゃあ中国人はどこが良かった？お金よ。はあ、素直になってきたじゃねえか。さあ話してもらおうか。ヨーブラザースはね、兄の福助がカジノと地下銀行とシャブを仕切ってんの。弟の私服はその裏で荒っぽいことをやってる。名コンビってわけだ。六本木に大きなカジノビルがあるの。兄の福助はいつもそこにいるわ。弟の私服は渋谷の高級マンションに住んでる。坊やをやったのはどっちだ？弟の私服よ、尻の穴野郎。どこのマンションに住んでる？渋谷のロイヤルヒルズマンション。もっと行けよ。遠慮するな。でもなんだ、吸い過ぎを気にしてんのか。心配するな、純度 100% だ。ワードトリップにはならない。じゃあこれだけ
十郎。いい女だ。ほら。In the Columbia! Chip Shaw! あいつらの居場所知ってんだろ。ああ、トマ、トゥトマ、シグメラ、フィグ、下午就快，请来看，请来嘛。哎，突っ込むのか。当然だ。そいつはどうかな。なんでだ。俺らとあんたらが組めばあんな奴らわけねえだろ。取り囲んで火炙りにしてやろうぜ。組の連中100人で取り囲んだらあいつら殺せんのか。すばしさ。ああ、じゃあ日本語で言うよ。何、臆病なのか日本人。資本を投下して何が得られるのか、そういう計算は中国人の方が得意だと思うがな。長坂さん、それはどういう意味だ。あいつら軍隊と同じだ。武器の扱いに慣れてる。コロンビアじゃ未だに戦争やってんだからな。そうか、まず俺たちと違うところだ。それに奴らがどんな武器持ってるのかもわからない。俺たちがあの修理工場を踏み込んだ途端、工場ごとドカン、大爆発なんてことにもなりかねない。わかるか。俺たちにとっては喧嘩だが、あいつらにとっては戦争なんだよ。こっちだって戦争すればいいじゃねえか。あ、そうかい。じゃあ戦争したとしようかな。今夜中に人数まとめて、茶化だの手榴弾だの機関銃だの集めるだけ集めて踏み込んだ途端どうなんだよ。それドンバチやって、じゃあカットするよこっちが。ほんでどうなる。どうなる。バカかお前、町の真ん中でそんな派手なことやってみろ。一発で警察すっ飛んでくるよ。そしたら福助よ、警察はお前のこういうカジノや地下銀行シャブのルート片っ端を上げるぞ。俺だってそうだよ。組み潰されて闇金の上がりも売春の上がりも何から何までパンなんだよ。そんなこと言ったら何もできなくなっちまうぞ。何も考えないでやれるほど俺たちは貧乏じゃねえんだよ。